マルセロ・ビエーラ・ダ・シウバ・ジュニオールは、ブラジル・リオデジャネイロ出身のサッカー選手。レアル・マドリード所属。ブラジル代表。ポジションはディフェンダー。元ブラジル代表ロベルト・カルロスの後継者である。1988年、リオデジャネイロ、カテテで、消防士の父と教師の母の元に生まれる。マルセロは9歳の頃にフットサルを始めた。13歳で、 フルミネンセ FC のユースチームに加入する。当初はミッドフィールダーとしてプレーしていたが、よりスピードを活かすために、当時の監督はマルセロのポジションを下げた。フベニールに所属していた時にもらった初めての給料は、すべて祖父に渡した。2005年にフルミネンセ FC のトップチームに加わった。ブラジル代表デビュー後にチェスカ・モスクワやセビージャ FC、 ユベントス FC など多くの欧州クラブからオファーを受け取り、フルミネンセはセビージャへの移籍でクラブ間合意に至っていた。しかし、マルセロ本人の希望で2007年1月に移籍金600万ユーロでレアルマドリードに移籍し、7日のデポルティーボラ・コルーニャに途中出場。翌節のラシン・サンタンデール戦でファビオ・カペットはマルセロをスタメンで起用した。その年に、 クラブはプリメーラディビションを制覇した。2009年、監督にファンデラモスが就任してからは守備の不安もあって、ガブリエル・エーンセが左サイドバックの位置で使われたため、左サイドハーフでプレーする機会が増加。怪我人等でやむを得ない場合や、攻撃重視のシステムを用いる場合を除き、左サイドハーフで出場するようになった。マヌエル・ペジェグリーニが、 監督就任してからも変わらず、主にミッドフィールダーとして出場した。そのシーズンは、ゴールキーパーのイケルカシージャスに次ぐ出場試合数、出場時間であり、グキと並んで、クラブトップ対リーグ全体でも4位となる9アシストを記録した。翌シーズンは再び、レフトバックの位置でプレーし、2010から11シーズン、前のプレーシーズンマッチ、 エルクレス CF 戦ではキャプテンを務めた。その後、新たに監督に就任したジョゼモーリーニョの指導もあって、長らくの課題とされてきた守備を大幅に向上させ、信頼を獲得。ディエゴ・マラドーナからは、メッシとクリスティアーノは別として、現状で、マルセロが、リーガで、最高の選手だと思うとの賛辞を受けた。また、マーマド・ディアンラの AS モナコ移籍後は、イケルカシー・ジャス セルフィオラモスに次ぐ第3キャプテンとなった。2011年3月16日の UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント第1戦のオリンピックリオン戦セカンドレグでは先制点を挙げるとともに2点目の起点となり、レアルマドリードの7年ぶりのベスト8進出に大きく貢献、前年の雪辱を果たした。レアルマドリードでのマルセロ2015年7月10日、 レアルマドリードとの契約を2020年6月30日まで延長したことをクラブ公式 HP で発表した。また、同年夏の移籍市場にてカシー・ジャスが移籍したことにより、レアルマドリードの副キャプテンに就任した。2016から17シーズン、レアルマドリードでの公式戦400試合出場を達成した。2017年9月14日。 レアル・マドリードとの契約を2022年6月30日まで延長したことが発表された。長年左サイドバックのレギュラーを守ったマルセロであるが2018から19シーズン途中にサンティアゴ・ソラーリが監督に就任するとセルヒオ・レギロンに一時期定位置を奪われた。マルセロはこの状況に不快感を示し、冬以降には名優ロナウドが所属する。 ユベントス FC への移籍も噂されたが、ジダンが監督に復帰すると、レギュラーに返り咲いた。しかし、2019年夏に、フェルランドメンディが加入すると、スターティングメンバーとしてプレーする機会が減少した。W 杯クロアチア戦でのマルセロブラジル代表として 2005FIFAU-17 世界選手権や 2007FIFAU-20 ワールドカップに招集され、 2006年に行われたブラジル対ウェールズの親善試合にて代表でもトップチームデビューし強力なミドルシュートで代表初ゴールを決めてみせた。2008年に行われた北京オリンピックでは銅メダルを獲得した。2012年にもロンドンオリンピックにオーバーエイジ枠として出場し、準優勝の銀メダルに貢献した。2014年に行われたブラジルでの自国開催と、 なった 2014FIFA ワールドカップのブラジル代表に選出。開幕戦ではクロアチア戦で先発出場。しかし前半11分に相手のいびつはオリッチの入れたクロスボールが自陣ゴール前にいた自身の足に当たりオーンゴールを決められた。2014FIFA ワールドカップ大会発のゴールがオーンゴールとなったのは歴史上でワールドカップ史上初である。 マルセラのオーンゴールで先制点を許してしまったが、その後巻き返して開幕戦はブラジルが勝利を挙げた。優勝候補と言われたブラジル代表は準決勝でドイツに大敗。優勝は愚か4位で大会を終えた。2015年に行われたコパアメリカ2015は一度はメンバーに招集されたが、腰痛のため参加を辞退した。2018年からは、 ブラジル代表でも背番号12番を着用することとなった。なお、それ以前は代表の12番はゴールキーパーの背番号であり、フィールドプレイヤーで初めて12番を着用した。同年の FIFA フフワールドカップでは、ファンの選ぶベストイレブンに選出された。ディフェンダーながら、ブラジル代表のチームメイトであるネマールにも引けを取らない高度なテクニックを持つことで知られる。 特に以前はフットサルをしていたこともあり、足裏を駆使したテクニックや、小抜きなど、フットサル的なプレーを得意とする。2017年11月に親善試合で、日本代表と対戦。その試合では2点目となる、ミドルシュートを決め、試合後には、日本代表のサイドバック長友優斗がそのテクニックを、アンドレス・イニエスタに例え、称賛するコメントを残した。 ウィングとしてのプレーもボランチ的なプレーもうまく、テクニックと転生のスピードを駆使した、ドリブル突破の他試合の組み立てにも参加する。中盤でのプレー機会があることや攻撃が評価されることが多いことから、ポジションのコンバートを問われることがあるが、本人は、後方からパスを受けた方が試合展開を読める。自分のスタイルは、サイドバック。とコメントしている。ブラジル人であること、 またその風貌と攻撃で目立つことから守備が軽いと見られることも多かったが、当初そのように評価していたジョゼモーリーニョは、実際にマルセロを起用していく上で、守備力の高さについても高い評価を行った。国際 A マッチ58試合6得点2018年 UEFA チャンピオンズリーグ優勝を祝うマルセロ。ありがとうございます。